いやー、いい天気だ。ってことでね、美術館見てきました。常設展とね、エアコレクション展、企画展もね、ついつい、ね、見てきちゃいましたね。冬ですね、現代アートの。現代のアーバンですから、いわゆる都市アート的なところですよね。なるほどね、ということで、まあ、全く、私がね、まあ皆さんご存知の通り、そんなに詳しい人間ではないんですけど、改めてね、見てみると、なるほど、なるほどと。コテはね、古いとってもコテは常設展とかいろいろあったりするんですけど、奥のところに新館なんですね。で、まあ、新館の方ですね、新しい宿をやってるっていうのも、まあこれは企画展なんで、また、時期で変わると思いますけど、面白いですね。この景色と、この景色で今同じ施設っていう感じがしないですよね。こっちは近代美術館、ね、新しい美術館って感じですし、こっちはめちゃくちゃ歴史感じる感じですし、この立ち位置好きだな。いや、よかったよかった。場内はあれですね、ダクト様のあれが、聞けるようになってるんですけど、なんて言ったらいいのかな、解説等に関しては、なんて言ったらいいの、配信でやってるような、そういうあれじゃなくて、いわゆる、ガチガチの美術館の解説ですね、いわゆる。うん。専門なんか。監視してみようか。さあ、ってことでぐるっと見てきましたけど、いや、案内はね、いいですね。で、なんか GPS と合わせてあるのかな。ちょっと何回かなんかそれで位置情報の認識があって出たんで、あれあれってなりましたけど、全部聞けたんでよかったです。いやー、そういうあれなんですね。ちなみに Wi-Fi は絶対登録しといた方がいいですね。音声かなり高音質になってるんで、結構容量が、結構食いますよってことなんでね。よかったですね。なるほど。なんか、すごく賢くなった気がしますね。いやいやいや、もう現代アートもこれでもバッティリでございますよ。っていうか、ね、そもそも、山田さんといえばね、あんた、博物館学芸員行っちゃったんかいと言われたらね、まあそうなんでね、さすがにね、最近特に、このライブ界隈はね、博物館学芸員とか美術館とかに詳しいみたいなね、イメージが先行しちゃってますんでね、これはね、ちょっと私もね、抑えていかないと。でも、いざ見てみると美術館って楽しいわ。そう、この前、神宮の彫刻館行った時に、まあ、彫刻館はね、どっちかというと博物館の方がメインな感じなんで、私もね、興味があって行って、なんで行ったの？あ、違うわ。企画で行ったんだね。その時に油絵見て、油絵って面白いなと思ってましたけど、やっぱしね、京都美術館で改めて見てみると、やっぱ油絵の立体感ってすごいですね。きちくも、ラプさんも解説でなんかそのあたりのこと触れてましたけどね。で、やっぱ、あとすごいのが、これを、いや、大きい美術館は全部そうなのかな？そのね、立体感を楽しみたい油絵は、額に、額縁はあるんですけど、表面に保護板、アクリル板とかね、ガラスで、上に、だいたい飾っとくじゃないですか。額に入れるやつって。あれもね、ちゃんと立体感を楽しみたいやつはね、これ撮ってくれたって。反射とかしなくてね、立体の影とかをね、全部ね、ダイレクトに感じることができるっていうようにね、したの。あれは多分、管理するのすごく大変だと思うんですよ。実際に美術館の管理をやったことはないですけど、屋外展示博物館のね、その、展示物の管理自体はやったことがあるんで、一応腐ってもね、学芸員、って言ってますからね。あるんですよ。なんでね。
保護の板を置いとか置いとかないかで管理する側としてはすごく大変なはずなんですけど、やはりねそれは展示物としっかりとパーセントの魅力を出したいというのはあるんでしょうね。これは、まあ、美術館は基本的にやっぱりそういう子はしっかりやるよとかっていうのなのか、ちょっと美術館業界が詳しくないんであれですけど、いや良かったですね。せっかくだから平安神宮も見ておくか。でそのまんま次はあっちに向かっていかないといけませんからね。最後じゃないラスニか、漫画ミュージアムの方ね。よいしょ。